本日は皆様に素敵な音楽をお届けしにやってまいりました。おっ、水戸桜の巻高校吹奏楽部です。どうぞ皆様よろしくお願いします。そして本日の司会は2年サックスパート福島文香と2年ホルンパートの住谷陸でお送りしていきます。うわー、今日はいい天気ですねとここで言うはずだったのですが、曇りですが、このね、コンサートが終わるまでには必ずや私たちの爽やか、そして熱い演奏でこの曇りは晴れ渡っていると思いますので、ぜひ皆さんお楽しみに。さあ、そしてみんなが着ているこの T シャツ、緑が1年生、黄色が2年生、青が3年生になっています。青の T シャツを着ている3年生は今日のステージが最後のポップスのステージになっています。ぜひご注目してお聴きください。さあ、曲の紹介に参りましょうか。はい、先ほどお送りした曲は今年のコンクール課題曲の道しるべの先に、で指揮は顧問の酒井一郎でした。さて今日はですね、皆さんに5曲の曲をお送りしていこうと思うんですけれども、続いて2曲目にお送りするのはダパンプの USA です。いや、今さら USA やるのかよって思った皆さんいらっしゃると思います。しかし今日のためにマキブラのダンスチームが練習してきたんですよね、スミヤさん。そうなんです。そう、そのダンスチームの中にはなんと僕もいます。さあ、この僕も含めた総勢7名のダンスチームにもぜひ皆さん注目してお聴きください。さあ、指揮は学生指揮者3年の清武たつきで THEBUMP USA です。それではどうぞ。THEBUMP で USA をお送りしました。さあ、続いての曲に参りましょう。3
お送りするのは牧村スペシャルメドレーです。このメドレーは牧村のやりたい曲が全て詰まっています。なのでちょっと曲線はあまり深い意味はないそうなんですけども、ぜひ皆様とってもかっこいい曲なので、ぜひ皆様ノリノリで聴いていただきたい。それでは牧村スペシャルメドレー、式は、学生指揮者2年の小滝祐介でお送りします。それではどうぞ。
ありがとうございました。マキブラスペシャルメドレーをお送りしました。さあ続いては雰囲気をガラリと変えて合唱で大切なものをお送りします。私たちはこれまで多くの人々に支えられてここまで来ることができました。ちょっといきなりちょっと雰囲気変えすぎじゃんと、もっと元気に来よう。そして私たちが気づいた大切なもの、それは皆様への感謝の気持ちです。今日は来てくださった方々、支えてくださった方々に感謝の気持ちを込めて歌います。ピアノ伴奏は3年清武達樹、そして指揮は顧問の吉野隆一でお送りします。それでは合唱で大切なものお聴きください。合唱で大切なものをお送りしました。私たちの思い、皆さんに届いたでしょうか。ありがとうございます。さあ、続いては最後の曲に立ち始めました。さあ、最後にお送りするのはユーロビートディズニーメドレーです。最後の曲ですし、皆さんにディズニーランドにいるような気持ちで聴いていただきたいということで、今日は
ディズニーランドに今から行っちゃいたいと思います。え、今から行っちゃうとどういうことですか？行くんです。行くんですか？行きますよ、せーの。さあ、やってまいりました、東京ディズニーランド、イエイ。で、あそこ、うん、ビッグサンダーマウンテン5分待ちなんだけど。ビッグサンダーマウンテンが5分待ち、めっちゃ好きじゃん。行こう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 。ちょっと待った、何後ろ見て、なんか始まるっぽくない？これなんか変な人たちいっぱいいるね。水槽に出しかけてる、なんかみんな見て見て、水戸桜沼飛高校の水槽学部が今からユーロビートディズニーメドレーを演奏するって。え、そう。え、ちょっとさ、何の曲がさ、うん、メドレーになってるのかちょっとみんなに教えて、教えてあげて、ちょっと、うん、うん、ミッキーマウスマーチ、イッツ・ア・スモール・ワールド、ジッパ・ディ・ドゥ・ダー、うん、クマのブーさんだって。いいね、いいね。聞きたくないでしょ、来たい、来たよね、来たよね、皆さん来たいですよね。さあ、それではこのコンサート最後の曲、ユーロビートディズニーメドレーです。皆さんも東京ディズニーランドにいろんな気持ちで聴いていただきたい。それでは、いってらっしゃい。
ありがとうございます。アンコールにお応えして学園天国をお送りします。このコンサートが終わるまでに空晴れ渡るって聞いたじゃないですか。さっき雨っぽいのって言ってきちゃったんですよ。まだアンコールありますから、まだ受けます。さあ、それではアンコールで学園天国行きましょうか。皆様手拍子お願いいたします。それではどうぞ。せーのです。皆さん手拍子お願いします。お願いします。さあノリノリでいきましょう。それではどうぞ。